で唯一ポケモン全国大会が開かれているため、テレビに CM が放映されて鉄腕ダッシュが見れなくなった絵のかける VTuber 伊藤ライフです。わー、何も見れやしねえ。本日は皆様覚えてらっしゃいますでしょうか。今日はですね、ちょっと特別ルール回でございます。私今から海洋ガと出会っていろいろイベントを経てルヌシティのジムに挑もうかなっていう感じの工程なんですが、その道中にですね、なかなか新規のポケモンがいないらしいです。なので純伝説および幻のポケモンのナンバーがこのシールの中に入っております。あとキモリの進化系とアチャモの進化系が入っております。通常僕が今からプレイする中ではもう出会えないポケモンたちセットです。こちらがこちらのポケモンで僕がもしお絵かきを正解したならばワイルドカードです。好きなポケモンをゲットします。やらかし組の中から一人多分引っ張ってくることになるでしょうね多分これノリ的にここ下じゃねえよな。上をしてこれではいけませんねやな純伝説はどうなんやろね。まあそれなりに威厳があるか。これで多分海洋がゲットでしょう。青いにフフフフフフで点点点をつけないでください。ピンタされるあの動画が出てくるので、危険です。その紅色の玉がある。紅生姜美味しいよな。昨日僕牛丼食ったんだわ。あ、紅生姜、紅生姜の香りがちょっと待って、マジでそっくりやったぞ今うちのルギアと色彩がまるで一緒だったんですけど。海洋がどこ行けた。それ吉野家でしょ。好きやかもしれん。威厳ある。じゃあ2対1ということで今日だぞ海洋が、お前友達連れてくるなんて。では本日一発目のお絵かきをしていきたいと思います。わー、いきます。右下削ります。はい、380番、全国図鑑380番のポケモンを教えてください。ラッティアス。数匹で群れを作って行動していて、滅多に人やポケモンと接触しない。敵の気配を察知すると姿を消す。あれ、引っ込み思案ですか。何のポケモンだこれ。形状の説明が何もねえぞ。おそらく漢字が結構大事になってくれる図鑑やと思う。これは表示ドン。妹どういうこっちゃねん。お兄ちゃんがいんの。まあ女の子らしく描くってことか。女の子っぽい感じのカラーリングに行くんかしら。僕のポケモンエメラルド市場の3トップに入るな。当てずっぽうでいかなかん。勝負的に恥ずかしがりなんかな。なんか隠れんのかな。ヤドカリかな。まあもうこれはもうライフ先生が考えるラティアスで頑張るしかないよ。これは無理って言われてる気がする。ライフ先生の全力妹を書こう。なんとなく今図鑑から思ったのは、気配察知するとこの貝の中に隠れるんじゃないかなと思いましたね。隠れるってどうすんの。あ、消えんの。いやで、ゴーストタイプはなかろう。今頃なんて言われてんのやろう。敵が出てるとか言われそう。こういうカラーリングかなと思うんですけど、僕は人気は出そうみんなに教えてほしいわ。なんかヒントがあったんかしらね。読み解けへんかったんかな。ガチガチのノーヒントです。自分の中で伊藤ライフが考えるラティアスでございます。わー、皆様ツイッターダイレクトメールにですね、ラティアスの画像を送ってきてくれるととても嬉しいです。では引っ込み思案ですけどもね、世の中を儚んで生きていくやり方ではいけないということも彼女は分かってます。おいで妹のラティアス。せーの、はい、ドン。飛んでる。羽生えてる。あ、光学迷彩で、消えるの？ステルス戦闘機？これは多分ね、わからない図鑑を引いた感じがしますね。他のラティアスの説明誰か貼ってくんない？人間の心を敏感に感じ取る。敵意をキャッチすると全身の羽を逆立てる。激しく鳴き声で威嚇する。知能は高く、人の言葉を理解する。ガラスのような羽毛で体を包み込み、光を屈折させて姿を変える。あ、でも怖い。出てこないわ、これ。君がライフちゃん、君の活躍を聞いてるよ。私の名前はミクリ、ルネのジムリーダーをしていたけど、ちょっと訳があって師匠のアダンさんにジムのことをお任せしてる。あの2匹だけじゃ。あー、ここでレッグーザさんですね。知ってる知ってる。あのミクリさん、僕ね、もう捕まえてきたんだ。わー、すごい威厳ある。これはレッグーザ、めっちゃレッグ。空を裂いてる。で、なんかそう、なんだっけ、空のスキヤみたいな名前の、なんだっけちょっと待って、急ドライになる感じ。あ、これは、はい、空のスキヤ。はい、空のスキヤです。あ、ここっぽい。スキヤ行きたいなー。君は置いてきてしまったよ。連れてってや、一緒にスキヤにスキヤデートしようぜ、ミクリさん。結構ね、やっぱエメラルドとの常識は結構違う。いたー、実は前方見るの初めてなんですよ。ご対面。めっちゃめっちゃヘビ。あー、起動した、かっこいい。わー、戦うんかな。よろしくお願いします。マスターボール投げようぜ。あ、もうルネに行ったってことはさ、なしつけてくっからって
いう感じ。物分かり良すぎへん。はい来ました、はい来ますみたいな、このウーバーレッグーザやん、こんなん。スキヤのウーバーしてたんか、レッグーザ。牛丼届けにしまった。オッケー、ほら君たちやめなさい。あ、すいません。おかんやん。はい、じゃあ行きますか。はい、2回目行きましょう。要はこれ、ラティアスのお兄ちゃんを引くとめっちゃ強い。381か379になればいいんだよな、多分。よしよしよし、まず一つ8だ。あら、ライン先生配信上手。3813811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 1
ス。デオキシリボ核酸 DNA ですか。デオキシス、はあ。宇宙ウイルスがレーザーを浴びた時、突然変異を起こしてポケモンになった。素早い動きに優れた体の形。おー、難しいなんじゃこりゃ。せーの、ドン。ひねる。ということは DNA の二重螺旋のモチーフが入ってんだこれ。ただこれはわかる、難問だ。ワンチャンね、僕ね、このひねるがなかったらね、こんな感じしようとしてるウイルス君にする予定やったで。ということは多分螺旋が入って、なんかこのウイルスのこのモコモコの形は生かすんかな。たださ、素早い動きにしつつさ、二重螺旋のあのひねった DNA の形をどこに生かしたらいいねって話やん。なんかあれくっつけていけそうなやついる？あ、でも素早くねえか。あー、待ってよ、馬の走力を感じるか。馬の縦髪をこうモコモコさせて。いいやん、いいやん、いいやん。あ、ちょっと待って、でもあかんわ。二重螺旋がどこ行ったんや。ゆるいよ。あ、あった。馬で半歩進んで、デオキシス君でもう半歩進んで、聖火を引いた。天地目指す。デオキシスは。鹿です。スノーを二重螺旋にする。で、胸毛とか背中の縦髪とかでウイルスのモコモコを表現したら、素早い動きにも対応しておる。完璧。これは来たでしょう。鹿ってね、あのね、生き物としてごっつかっこいいんですよね。ヘラジカとかさ、あの巨体ってさ、なんで草だけであんな体でっかくなるのってみんな思ったことない？僕はめちゃめちゃ思ったことあるから調べたことあるんですけど、やっぱ反数っていう機能がむちゃくちゃすごくて。はい、ウイルス要素、モコモコします。きっとここにだから、もともとウイルスがあって、ここにこう手足とかが突然火で生えたと僕は思っております。おそらくそう。あるいはそう。部分的にそう。なんかいつもさ、コメント欄をさ、僕が書いたピチューのことをご発注って言ったりさ、トンチの聞いたことばっかり言うでしょ君たち。今日はちゃんとかっこいいアダムつけてあげて、この子に。お、いい、とてもいい。これ自信ある。さっきのやっぱね、ラティアスはね、やっぱ手探りだった。これ認めます。けど今回は違うよ。これは大人気や。コメント欄見てわかる、わかる。愛してくれてありがとう、みんな。ライフ先生を愛してくれてありがとう。今ライフコール怒ってる。多分ね、動物と角のセットはそうブレンとは思う。これがワイの鍛えたポケモンペスキスや。はい、伊藤ライフが考えるデオキシスでございます。わー、あ、でも色はちょっとやっぱ自信がないか。青ピンクだったりとかね、いろんな可能性あるような。色がダメだったら6点にいっちゃうけど、色さえ合ってたら多分これはいく。そうなのを救える。おいでデオキシス。せーの、ドン。ヒット。しかも、あー、オレンジと青全部外す負けつけんなお前ら。ライフ、ライフの負を。よし、休憩アニメーション行きましょうかね、皆様休憩アニメーションに入りたいと思います。行ってきまーす。せーの、ほい。本日の伊藤ライフの休憩中アニメーションは、回転寿司ビックラポンで楽しむ我がメンバーでございます。めちゃめちゃ可愛い。ほんま好きこのアニメーション。おのおのさ、こう食ってるもんとかのさ、なんか性格の差が出てていいねんて。本日は、何ですかね、この負け続けの伊藤ライフを追い打つんでしょうか。キノコ派の伊藤ライフが回収をしました。なんと、今、タケノコの里が目の前にあります。これを口に入れるのは何年ぶりでしょうか。誰に言われようとこれはします。僕は袋から全部箱に入れます。あー、タケノコの音。あ、クジロの中でチョコとクッキーが混然一体となる。キノコでは味わえない感覚。とても美味しいです。なんか
買って、おお。来ました。じゃあ行きましょうか。はい。トドグラ。はあ、来ちゃった。これは多分わかる。これは来たんじゃない？いや、でも自信を持つなって言われてるけどな。察するに、玉ざらしの進化系だと思うんですよね。ただ、困ったことにどれほどでかくするかの塩梅の勝負になると思う、これって。群れを作り、流氷の上で暮らす。前足の力が強く、氷を砕く。1日5回、海に潜り、獲物を取る。トドですね。あー、クラーがわからへん。せーの、ドン。ヒゲ、わかるよ。アザラシもトドもヒゲ立派やしな、ね。細かいのいっぱいビシッついてるし。タマザラシはアザラシ。トドグラは多分トドなんでしょう。トドとアザラシってね、種類違うんですよね。トドはね、アシカカなんですよね。それをどう選ぶかですよね。ちょっと可愛くするか。むしろその、トドグラのグラがなんや。あ、ちょっと待ってや。あ、わかった。学んだ。いい加減学んだ。撤退。ジーランスのランスでやらかしたの僕は。これは、気にせず行こう。シンプルトド書けばいいんじゃないの？僕考えたらやっぱグラでやっぱ蔵鎌倉に引きこもってるどうなんかなってちょっと思ったんですよね。グラトド、はあ、伊藤ライフの英単語力が刺さりました今。ペンチ名察トドグラーのグラはジャグラーじゃない。見たことあんもん。鼻の上でボールをコロ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 、さっき言ってたやん。アシカカなんですよトドって。だからここでトドの鼻の上に氷を乗せる必要があったんですね。あかんない、これメガドンコイン違うわ。あ、これダメなやつか。こうじゃないの。あれ、これいらない。これやっぱ人工物かな。ちょっと待って、これターニングポイントだよ。別時空で二次三次甲子園がやってるけどさ、これがターニングポイントかもしれませんね。僕の二択はこれをつけろと言ってんねんけど。そうかそうか、不本意やけど。やってきたのだ。ライフモン、また来てくれたの。ライフモン前、トーライフ君にアドバイスをしに来たよ。トーライフは二択を外す。だったらあなたが思った逆を選んでみないかい、ライフ君。ライフモン、それってむしろ自分の自信とは反対方向に行ってないかい。ライフ君、君はいつまで不正解を続けるんだい。何度それで失敗してきたんだい。たまには逆の選択肢を取ってみてもいいんじゃないかな。分かったよライフモン、今日は氷を取ってみるよ。ハマザラシの進化系感は出てますよ。なかなか自信が持てませんが、伊藤ライフが考えるトドグラーでございます。わー、いやトド消せって言われてそう。いいか、トドそのものでいくか。トド消せで消え去る伊藤ライフでいいよ。おいでトドグラー、こい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 、トド来たー。あ、原作の方がもっとムチムチ、もっと燃えられる、もっと燃えるわ次から。ジャグラーは合ってんの？アイスボールって技を覚える。あー、なるほど。これまっともに勝てた初めてじゃない？14回目の配信にして。うわー、やめちくりー。寝るな、回復するな。配信中やね、テンポを考えてくれ。いえ、つれーってこれ。嘘やろ。これがポケモンスリープは僕の。あー、もう始まったか。 PP からして僕ね、ポケモン人生の中で初めてしましたね。ありがとうございました。勝ちました。迎えに行くか、トドグラちゃん。来た、かわいい。目つぶってくるのかわいい。マスターボール投げていい？マスボ投げていいですか、タマザラシに。パツです、ありがとうございました。本日の成果物、ラティアス、デオキシス、トドグラーでございました。わー、なんとトドグラーゲットです。氷を乗せないでよかったよ。それでは、交渉の皆様は、トドグラーが回すアイスボールに巻き込まれて出荷でございます。皆様おやすみなさーい。でも勝利数、あ、そうや、勝利数もね、これで今、8勝か。ウッパさんは除外せなあかんから、8勝ですね、今。少なくとも2勝。あと、ベストは3勝。3勝したら前回のハートゴールドの勝利数超えるんですよ。いけるって、あ、ギリギリなんとかなるって。というわけで、講師の皆様は、もう一回ですね。じゃあ一緒に飴食うか、みんなで。飴みんなでペロペロして出荷です。おやすみなさい。ありがとうございました。